皆さんこんにちはということで、僕はですね香川県に帰ってきましたということで、いろいろ満喫しまして、だいぶね予定を満喫したのもありまして、めちゃめちゃぐーたらしてました。ごめんなさい、動画投稿遅れて申し訳ないんですけど、ぐーたらしてたんですけど、やっぱり服にはね携わりましたってちょっと言い方おかしいか、服買っただけなんですけど、ちょっとねもうそろそろ大阪戻るんで、結構買いだめしましたね。結構見せられると思うから、ちょっと家帰ったらね、今回買った香川のね古着たちを全部紹介していきたいと思います。地方のセカストアッツーみたいな感じですね。多分5、6個あるんですよ、全部いたからね。セカスト行きまくってでゲットしたものと、まあ普通にね古着屋さんとか行ってゲットしたものもいっぱいありますので、言うたらまあほぼセカストディグって感じかな。購入品紹介をしたいと思います。見てみこの広大な景色、やばない。見渡す限り田んぼ、海星、緑のボディ結構フレッシュできたので、今年も皆さんよろしくお願いします。今年はね、いろいろね新しいこともいっぱいしていきたいと思いますので、みんな期待しておいてください。一緒に頑張ろう。 Yes! 実家でとても、満喫したということで、僕は車の免許を取り立て屋だったので、結構ね運転してね、あの親とかといろんなとこ行きました。はい、こんな感じで四国カルストっていうねところに行きまして、これでね初日の出ですよ。これやばない、めっちゃ綺麗じゃないですか。やっぱねこういう綺麗なところってねすごいねパワーもらえるしね、今年もね1年頑張りましょうという気持ちになりました。はい、とても綺麗ですね。これ標高がすごく高すぎてね、これマイナス4度とかまで行きまして、すごく寒かったです。これはですね、高知のね、何だっけ、坂本龍馬がおる、像がでっかいやつがあるところに行きましたね。ここの海もすごいね、断崖絶壁ですごかったです。はい。はい、ということで、僕の地元でね、購入したものを紹介します。ここにあるんですけど、この量、やばない。バチクソ多い。めちゃくちゃ買ってんな。今考えたら。正直結構お金とか計算してないんで、拾ってますけども。オッケー、社内もう紹介するしかないので、はい、行きます。ということで、まず一つ目はですね、あ、こちらポーン、このねキャップでございます。これはですね、僕の地元のね古着屋さんをねめちゃくちゃ探してたわけですよ。やっぱりね地方ということもあってですね、古着屋さんとか結構少ないんですよ。やっぱりね結構散らばってたり、変なところに散らばってたりするんで、結構探したんですけど、セカストとかめちゃくちゃ回って、あでもないなないなないなってなってる時に、お母さんがなんかそこら辺に古着屋あるんですけどってなんか言い出して、嘘やろみたいな、嘘やろ、そんなとこにないやろと、ちょっとねバーっと行ったらね、めっちゃいい感じの古着屋を見つけまして、お母さん様様、お母さん様様、様ウイカ、いいね、いい感じの雰囲気のね古着屋見つけてくれて、そこでね買ったやつでございます。はい、めっちゃいいですね。見てもらったら分かるんですけど、これエイベックストラックスということで、エイベックスです。エイベックスって分かります？浜崎あゆみとかそこら辺の歌手とかに入ってる事務所なんですけど、音楽系の事務所っすね。企業もんのキャップあるんやみたいな感じの、ちょっと年代とかいつのやつとか分かんないんですけど、ちょっと古いんじゃないかなっていう推定です。ロゴのねシンプルな感じもいいですし、このねロゴが全部刺繍なんです。ちょっと高級感あるというか、ゴージャスな感じで大人っぽい感じでね被れるんじゃないかなと思って買いました。ボディがね紺色です。もう何でも合うと、何合わせてもいけます。もう絶対にいけます。紺色って回して使いやすいですから、外したい時にもいけるし、落ち着かせたい時にもいけるし、紺色に合わん色あったら教えてください、かかってこいや。形がすごいやっぱ好きだったんです。僕が持ってるカルバンくらいのやつとかと結構ね形似てて、このすごく浅い、結構浅めな感じで、ちょっと横から見るとこうカンカンってなってる感じの、バイザーもねフラットパチンというわけではなく、若干こうカーブしてる、湾曲してる感じの形、形が好きなんですね。やっぱねみんなね好きな形あると思います。まあ、おっぱいと一緒ですよ。ちょっと張りがあった方がいいだとか、離れてる方がいいとか、乳首はピンク、人それぞれそういう感じでね好みあると思うんですけど、僕はねこのね浅めで横広めで、言葉で説明するの難しいんですけど、こういう感じの形が好きなんで買いました。ほらどうですか、どうですか、この形めっちゃ良くない？いつもの富士って感じでしょ。やっぱ地方なんでねめっちゃ安い、結構やっぱ安いね、物価が安い分もあるんやと思うんですけど、めちゃくちゃ安かったね。4000円ぐらいかな、4000円ぐらいでこの感じのクオリティのねキャップ、大阪ではあんまディグれないと思ってるんで、普通にかっこいいですよね、という感じのキャップでございました。次はですね、その同じ古着屋で買ったやつでございます。同じ古着屋で買ったものがこちら、はい、こちらのジャケットね、これも結構シンプルな感じで大人めな感じのねジャケットでございます。こっち系のジャケット持ってるんですけど、新春セールやってたんですよ。やっぱりね皆さん、あ、明けましておめでとうございます、皆さん明けましておめでとうございます、今年もよろしくお願いします。新春セールをやってましてですね、買いましたっていう感じでございます。色的にはなんかチャコールっぽい感じ、ブラウンとグレーの間みたいな感じの色してまして、
ですね、三丈で身幅結構広いみたいな感じ、うん、僕のお気に入りの形でございます。身幅とね、このアームホールが広いっていうのがね重要です。三丈でもやっぱり三丈なだけでねきちっとしてると、それはそれでまたなんかクラッチっぽい感じになったりとか、ちょっと僕のね思ってるのと違うような感じになったりする気がします。ちょっと薄手なんでね、中にねフーディーとかもね着込めたりとか、結構お使い勝手のいいような感じのやつでございます。ペリエルスですね、ペリエルスのやつらしいですね。皆さんどうですか？はい、めちゃくちゃいいよね、いいよね、この感じみんな好きなんじゃないですか。はい、僕のねリスナーさんは絶対好きっすね、これ絶対好き、めっちゃいい感じっしょ。フードねインできる感じのねこのジャケットめちゃくちゃいいっしょ、うん、皆さんもねこの形探してるんじゃないですか。シルエット的にもオーバーサイズな感じなんで、中にも結構着込めるからね、フリースとかなんかニットとかそこら辺着たらめちゃくちゃあったかいしって感じで、うん、めっちゃいい感じです。さらっと着れるんでね、パーフィーゾーみたいな感じでね、さらっといけるやつですし、めっちゃ使い勝手いいんじゃないかなと思います。こういう系1個やっぱ持っとったらいいっすよね、めっちゃいいって感じでございます。次はですね、まあ、ニットになるんかな、ちょっと硬めニットみたいな、これなんていう生地なのかな、目が細かくて結構硬い感じ、これ絶対なんか名前あると思うんですけど、ごめんなさいリグれてません、すいません、うん、ってことでストラクチャーというやつらしいですね。これは地方のねもう1個違う古着屋で買いました。これはですね、まあ僕はねこれをね前面に出してバーチンって着る感じではないんですけど、レイヤードとかインナーとかにめちゃくちゃ使えるなと思って、やっぱね冬は重ね着ですから、しかもこれヘンリーネックなんで、まあ中にフーディーを仕込んで、ほんでそこからアウター着てみたいな感じもできますし、普通にフーディーなしでもなしでもこれ中に着てジャケットをバーって羽織って、結構渋めの赤なんでめっちゃ使いやすいんじゃないかなみたいな、前開けてもいいしレイヤードを下から出してもいいしみたいな、なんか冬とかってね T シャツをレイヤードすると季節感がちょっとずれてしまうんじゃないかなと僕は思うんです。こういう感じのねパーカーとかでも中にねこういう感じのレイヤードして、そのレイヤードで下から出た部分がこういう感じのねニット素材とかやったら、結構その冬の雰囲気に合うじゃないですか。うん、やっぱ雰囲気って大事ですから、冬の雰囲気とかに合わせるのも大事なんかなと思って買いました。生地が細かめで、硬めなんで目が細かいんでキュッとしてるんですよ。なんかレイヤードとかしやすいような感じの厚さやったんで、そんなに言うんだったら着てやるよ。まあ単体で着ても全然かっこいいですね。サイズ感とかもねいい感じでちょっと大人っぽい感じなんですけど、僕はね重ね着レイヤードとかに使うかなって感じでございます。今から紹介するやつにねいい感じのジャケットがありますので、それ紹介するときにじゃあ上から羽織ります。ちょっと濃いめの、大人っぽいですね、やっぱ、うん、大人っぽい雰囲気も出していかないと。ってことでまあ次ジャケットね、はい、これはねこれも古着屋さんやから、一番最初に紹介した古着屋さんで買いました。結構いい感じの値段したんですけど、まあそれ相応のねかっこよさです。言うたらなんかねワークジャケットみたいな感じやと思うんです、うん、言うたらカーハートのアクティブジャケットとか、まあこんな感じの雰囲気やと思うんですけど、一回持ってたんですけど、あれってねめっちゃあったかいんですよ。クソ丈夫なんやけど、めちゃくちゃ動きにくい時結構パキパキなんですよね。動きにくいし結構重いんですよ、めっちゃ。だからスケートとかでもね着てる人もおるんですけど、結構動きにくいと思うんですよ。僕結構重いしバキバキするしゴワつくから、すごく着にくい印象はかっこいいんですけどね。ワークジャケットめっちゃ欲しかったんですけど、なかなかいいのがなくてずっと買えてなかったんですけど、もうこれ最強、めっちゃ最強マジで。もうこれねワークの質感なんですけど、めっちゃね生地がクタクタなんですよ。使われてなんか元からの素材なんかわからないんですけど、めちゃくちゃ柔らかくて、柔らかいけど全然チープじゃない、わかります、この言いたいのと。皆さんに伝わっているのでしょうか。ゆったりしてるけど全然チープ感のない感じ、もっと薄くてね安っぽいのあるんですよ、僕はあんま好きじゃなくて。でもなんかこれはねしっかりとしたねタックっぽい感じのね生地なんだけど、ゆったりしてるみたいな、すごい動きやすいんですよね。パキパキしてないから、そのシワみたいなバキッとしたね感じの印象もないんで、シルエットとかもすごいいいんですよ。これマジやばい、これめっちゃ気に入ってるっす、これバリ使えるっすね。僕の大好きな丈は抑えめて、ほんで身幅とアームホールもめっちゃ太いような感じで、最強のストリートアイテムですよ。スケーターライクやったらもう最強ですね、最強のアイテム見つけました。まあこれもね、まあ、ブランド的には分からないんですけど、叩きたくやし、すごいなんか古そうな感じなんで、まあこれも古着やと思うんですけど、一回着てみます。さどうすか、やばないこれ、うん、めっちゃ良くない、このサイズ感。これ今レイヤードこれ見したかったんで開けてるんですけど、開けるのもよし、最初閉めててスケートする時熱くなってきたなっていう時にこうバッとね開けてこうなびかせるみたいなのもよしです、よしですね。締める方が好きですかね、やっぱなんかシルエットが綺麗に出るんで、シルエット最強なんで、ちょっとそれは見せたいなみたいな感じでちょっと締めますけど、これバリかっこいい、もうニヤニヤ、もうニヤニヤしとったもん今、めっちゃこのグニャグニャグニャってね、いい感じで溜まってくれるのがすごい良くて、
これマジ最高っすね。黒というよりかグレーっすね。ダークグレーっぽい感じの色、感じの生地なんでね、多分スケボーとかしていくうちに色あせたりとかしてめちゃくちゃいい感じになっていくんちゃうかなと思って、結構一生もんっすね。まあちょっと値段したんですけど、これめっちゃいいということで、まだありますけどね。はい、いきます。次はですね、こちら、はーい、こちら僕の大好きアディダスでございます。アディダスのトレーナーっすね。これもめっちゃ形いいんすよ。これはセカストっすね。セカストでデグりましたね。これはね、なんとね、タグは 80s です。めちゃめちゃいい。結構肉厚で、この肩のところにね、スリーブのところがバーっとこう斜めに入ってるダグランスリーブっすね。裏肝を入ってて結構分厚め、めっちゃクオリティ高いスウェットっていう感じでございます。これが 80s なん、バリ渋いって感じ。状態も結構いいし、脇の下からね、3本線アディダスバーって取って、左胸にこんな感じでパッチみたいな感じでアディダスのタグで入ってますよっていう感じのセットでございます。ちょっとナインティーズっぽい感じの形かなとは思ったんですけど、結構身幅もありまして、丈は結構短くて、でホールはしっかりあると。さっきからずっとこればっかりですね。僕の好きな形分かってきましたね、皆さん。まあ知ってると思うけどいつも言ってくれてもね、これからもよろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。はい、ということで皆さんどうですか。ありがとうございます。形は最高ですね。結構肉厚な感じで高級感のあるというか、結構いいやつなんやなという感じるような、セットでございます。めっちゃ使いやすいですね。グレーやし、脇の下からね、ネイビーのね、3本線とかロゴとかついてたりとか、ワンポイントみたいな感じがあることによって、まあちょっとね、おしゃれしやすいような、アイテムでございますね。でラスト、これもありました。マフラー買いました。これもセカストっすね。これも多分古いやつかなと思うんですけど、なんか意外と値段はしたんです。まあこれもね、ニットみたいな感じのね、ちょっと渋めの赤、こっち系の赤やっぱ好きなんでね、僕は。使いやすいしね、ちょっと大人っぽく決まるんで、僕はこっち系のね、色好きなんで、まあ買いました、ね。表と裏で全然違くて、表がこういう感じの濃いめ、ほんで裏がこういう感じちょっと薄めみたいな感じで、うん、使い分けできるような感じになってます。巻いてもいいし、まあ、僕がよく巻くのはフーディーみたいな帽子の上とかからこういう感じで、バラクラバみたいな感じかな。こういう感じでニューヨークっぽい感じ、ニューヨークのスケーターっぽい感じのが僕は好きです。どうでした？結構ね、最近の購入品紹介の中ではええ感じのラインナップやったんちゃうかなと思います。一つ一つね、結構クオリティ高いやつ紹介できたんちゃうかなと思ってます。今年の富士は、人は違うと皆さん思ったんじゃないでしょうか。ということで、はい、去年は応援してくれてありがとうございました。ということで、今年はね、もう何においてもぶちかますんで、皆さんついてきてください。僕の YouTube をずっと見てくれて、ほんでインスタもフォローしてくれて、ほんで僕についてきてくれたらですね、あなたはもう確実にバチギになりますというぐらいのね、覚悟で僕はね、今年頑張りますので、よかったら皆さん応援よろしくお願いします。いつもほんま感謝ですけど、今まで通り僕についてきてください。来いや、俺の後ろついてこい。ということで、イベントとかもね、今年は結構ねバンバン開こうと思いますので、よかったらそういう時にね、みんなでね喋って楽しい会にしましょう。またね、そういうイベントとかもね、情報インスタとかにあるので、絶対チェックしてください。ということで、皆さん最後までご視聴いただきましてありがとうございました。インスタなどは全て概要欄に貼っておりますので、絶対フォローするんだぞ。あっしゃ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 よあっしゃ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 あ